オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成18年式コペンアクティブトップ走行7万8000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。真っ白なコペンですね。かなり清潔感がある雰囲気出てますね。で、シートがですね、これ内装のご説明の時にしっかりとご説明しますが、内装がこの赤なんでですね、赤いレザーシート、レザー調シートカバーがついてるシートなんで、かなりこう雰囲気かっこいいです。でも外観とかは基本ノーマルですね。はい、で各部の状態、ですね、フロントバンパー特にこう目立つ飛び石傷とかも特に見当たらないんですね。かなり状態はいいです。もちろんボンネットもですね。で、ですね、右側面に行きましょうね。へこみがですね、薄いへこみが確かドアのどこだったかなとか、この辺り薄い、本当にもうちょっと多分どれって言われてもわからないぐらいのレベルの形があるんですけど、ちょっと 見えないですね。多分この辺りですね。でリアフェンダーには一箇所この辺りに、ここにも薄いへこみがありますね。これ多分言われてもわからないレベルのやつですけどね。で後ろもですね、これフロント同様かなり状態です。で、これトランクっていうんですかね、こちらの方のフードも、目立つような何かこう傷とかも特にないですね。で左側面ここかな、こことこことここ3箇所薄いへこみがありますね。エクボへこみですね。でルーフ、全然問題ないですね。状態いいですね。もう色のこうツヤ具合とかもですね、かなりしっかりしてますんで、このまま、乗ってもよし、ちょっとエアロつけていじってもよし、白なんで目立つこと間違いないですね。以上外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。ですね、まずこれですね、触れると言ったらもうインパクト大のこの赤いシートですね。こちらのシートカバーになります。で状態ですね、そんな擦れるっていうほど擦れてもないで、下のシートの状態がちょっとわからないんですが、この辺りが少しへたってるかなって感じですかね。状態も見ての通り、ご覧の通りですね。こんな感じです。で助手席はこんな感じです。でハンドルの状態とかですね、ちょっとツヤ感があるんで、多少忘れてるんですが、削れてたりとかそういったのはないですね。で、ですね、ダッシュボード自体にはですね、加工穴はないんですが、このピラーのカバーですね、ちょっと映るかな、 ここの部分とですね、向こうのここですねに、ちょっと多分ついた、移動させたんですかね、ツイッターとか取り付けてたであろうと思われる穴がありますね。で、天張り、天井はですね、全く問題ないですね。はい。で、そうですね、オートマですね。で、これもちろんアクティブトップになりますんで、電動オープンになりますんで、こちら操作のボタンですね。こちらの屋根のロック左右外してもらって、これを引くだけで、最初窓が下がってウィーター開きます。はい、以上内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。コペンはですね、車体内装とかのですね、質感も踏まえてですね、かなり本当に軽なのかなっていうような出来ですけど、エンジンルームをですね、この結局カバーがついてるだけと言われたらそれまでなんですが、パッと見ですね、軽っぽくないのが、またこれまたコペの特徴かもしれませんね。
で状態ですね、もう申し分ないです。ちょっと映せるとこまでアップしてみます。これタペットカバーとかのオイルにじみとかですね、よくこの辺りから漏れてるんですが、そういったのも特に見当たらないですね。次ミッション側ですね。こんな感じですね。各パイプ類の状態も申し分ないですね。でストラットのとことか見てもサビとかも特にないです。でエアコンコンデンサーとオブラジエーターですね。状態バッチリですね。はい、以上エンジンルームのご説明でした。はい、最後に下回りのご説明です。まずそうですね、足回りからですね。足回りとかあの純正ノーマルになってますね。はい、でまあエンジンとかミッションとかのオイルパンの方を見ても、まあオイルにじみとかひどいものとかはなさそうですね。であとこれですね、これ純正から入ってるの補強、まあ、この前の方にこのバッテンが入って後ろにも、まあ、こういったのもなんか下から覗いてもなんかレーシーな感じがしますね。でフロアですね、表面サビは多少ございますね。こういった感じで、ただひどいものではないですね。こういった感じで継ぎ目とかにもありますね。こんな感じですね。でリアリアの足回りも純正ノーマルですね。はい、特に、まあ、目立つようなこうひどい腐食サビとかございません。かなり状態です。以上下回りのご説明でした。